藤村でございます。嬉しのでございます。いや先生ね、なんかもう後ろがねちょっとね今日は真っ赤ですけどもね。すごいですね、ビビッドに赤いですね。そうですよね、先に、はい、あの必要事項だけ言っておきます、はいはい、あの次の、水曜日のおじさんたちニコ動は、はいはい、とにかく明るい安村君、うん、これ北海道旭川出身の、ね、そうですもんね、一、うん、回ね、もう中学生、もう中くん、もう中くんが出た時 に、ね、言ってましたよ。あの楽屋で会うたんびに水曜どうでしょうね、安村くんと一緒にやっててそれが楽しいと、安村くんが非常に悔しがってたと言ってました、ということで安村くんいよいよ出番です。結構昔から見てるんですかね。ね、見てるんですかね。緊張感多分安村くんあるんじゃないですかね。道民として普通に来るんですかね、校服着て。なあそうでしょう。いや余計なこといらないですからね。さあというわけで、今日はですね、私珍しくですね、私からリクエストしました。ね、この人とちょっと話をしたい。会いたい。YouTube 見てない。あのね、私ね最近ね本当悪いけどねテレビ見てないんですよ。テレビ見てなくて YouTube、ね、見てるんですよ。で YouTube の多分、6割7割はサッカー関連を見てるんですよ私。サッカーが好きだから。サッカーが好き、はいはいはい、サッカーという競技の本髄に私いよいよ迫ろうとして、またね、いろんな人の証言を集めるためにいろいろ聞いてる。なるほど、情報を収集してらっしゃって、非常に興味があるから。そのライン上で鈴木啓太さんの話がやっぱりそれの中に今回呼んだ鈴木啓太君、彼がやっている YouTube がその6割7割のうちは半分ぐらい彼の動画を一番信頼して見てる。なるほど。私の知りたいサッカーに一番、話したいサッカーに一番近 い、いやだから私はあなたからその話を聞いて、いやもう鈴木啓太面白いんだとみんなことずっと言って、それはなんかサッカーの話だけにとどまらないんだと。そうそれは一体あなたもぜひ聞いた方がいいだろうって言うもん で先生だって知らないでしょ。三浦和は知ってますよね。名前知ってます。中田英寿知ってます。いや知ってます。本田圭佑ぐらいは知ってます。いや危ないな。うわあそこら辺から危ない、そういう人からすると鈴木啓太という彼だって日本代表なんですよ、元日本代表、だけどその中でも非常に稀有な。いやだからね本当にごめんなさい、本当にね知らない、よく来てくれたと思います。思いますよ ね別にそのどうでしょうファンってわけでもないわけでしょ。いや分かんないです。そこらも聞いてみましょう。いやだからということで、鈴木啓太さんでございます今回のゲスト。ありがとうございます。よー来た。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうイケメンですね。イケメンでしょう。イケメンですね。いい笑顔ですねまた。ずいぶんラフな格好で来たじゃないの。ラフすぎましたよ、ね。ラフすぎるよそれ。いやあの見ていて、はい、ラフじゃんこの回って思ったんですよ。ああなるほど。だいたいあれだよね、意外とちゃんとジャケット着てるよね自分のチャンネルの時はね。そうです。そうだよね。いいですねやっぱり。おひげもやっぱイケメンですね。いいでしょ。ね、いいでしょ。そうなんだ。いやー、あのねこれね、あの意外と YouTube とか俺見てるんだけど、実際にあそこから入ってきた瞬間に思ってた通りの人でした。なるほどなるほど。入り方ってあるんですよ。はあ、はい、意外と。そうで、はい、歩いてここに着くまで、はい、その顔つき、はい、一緒でした。私が思ってた通りです。どういうことなんですか。どういうことだって分かんないでしょ。はい、分かんなくて結構。あ本当。ただ俺はもう喋りやすいと思ってる。ああなるほど。本当ですか。そう。嬉しいですねそれは。彼の口癖嬉しいですなんですよ。なるほど。全部バレてるのかな。口癖だったの。嬉しいなっていうのは彼の口癖。嬉しいなっていいじゃないですか、ね。そうでしょ。人と相対して話をするときに、人がこうやって発言したときに、あなたの話をしたときに、いや実は僕そうではないんですよねっていうやつも多いんですよ。なるほどなるほどなるほど。悪いけど今日は啓太君って呼ばせてもらうけど、啓太君は全ていや嬉しいなって若干体を引き気味に答えるんです。引き気味に答えるんです。あ大体引いちゃうでしょ。引いてますね今ね。すごい 前に のめり込まないんですよ。えそうですかとは言わないんですよ。啓太君は人からいろんな話聞いて、それは本音かどうか分かりませんよ。だけど人から何か発信された時にえそうですかって身を引くんです。なるほど。これが割とボランチというポジションにもそうなんですか。意外と俺はあると思ってる。いやもう本当僕はねサッカー分からない。分からない分からないのがここに一個挟まりますけどね、はい、あの起きなさらずに
もうサッカーの話だけでは多分知らないです。サッカーの話には多分とどまらないっていうことを、うん、彼が多分翻訳してくれるはずですから。すごい僕サッカーって面白いなって、うん、やめてからまた気づいたんですよ。やめてから気づいた、また気づいたんですよ、また気づいた。そこ大事だと思う。これね、サッカーって社会の縮図なんですよ。ケイダ君、おー、ケイダ君、いやいや言ってもらおう。それはね、それは俺が今研究してる話だ。いやでもなんか今思ってるところ聞きたいね、縮図。いや全くそういうこと、これ彼も言うんですよ、はい、一緒なんですよ、一般社会と。でこれが選手と監督の関係、はいはいはい、またファンサポーター、はいはい、まあまあチームもありますよね、はい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 、でコミュニティがあって、はいはい、地域があって、はい、地域で売るものは何ですかっていうと、うんうんうん、それはもちろんエンターテインメントではあるんですけど、はい、ここから先サッカーっていうのはエンターテインメント以外のところにも進んでいくと。なるほど、なるほど、この方お話聞きやすい。サッカーの話だって、サッカーの話じゃない、うん、私がね、私が今研究してるのはサッカーという競技自体。あ、研究してるんですね、サッカーという競技自体。なるほど、なるほど。そうなんです。まずは、まずはちょっとね、質問、質問いきますか。質問いきましょう。もう早いうちやんないとね、多分ね、俺も今日悪いけどね、ケイタ君に喋る機会を与えないぐらいしかない。なんかね、今日ね、テンション高いんですほら、あの楽屋からずっと喋ってるんですよ。こんなことないです、ないね。でも聞きたいです、うん、僕は。そうでしょ、はい、ケイタ君は絶対聞いてくれるのよ。僕は聞きたいんですよ、話を。話聞きたがりなんでしょ。常にこう、はーって感心してくれるから。一番の聞き手です。のけぞるってのはなんかあるんでしょうかね。いや、でもあるかもしれませんね。あるでしょ、人と話をしてて、はーっていう時はこう行くと、実はね、ちょっと疑心暗鬼なんですよ。もっと聞かせて。それはあるかもしれませんね、なんかね。でもね、はぁっていうのも受け止めましたっていう、はあ、さらに受け止めた、私は受け止めましたから、さらに喋ってくださいっていう。なるほど。そういう攻めじゃないんですよ。とにかくとにかくあなた嬉しいんですね、なんかね。嬉しい。とにかくあなたうるさいぐらい嬉しいんですね、なんかね。質問いきましょう。いや、やってください。鈴木啓太さん、うん、ディレクター陣の皆様こんばんは、私は浦和在住ということもあり、ただしそこまで熱狂的なレッズファンというわけではないですが、鈴木さんの YouTube は登録して拝見させていただいております。やっぱり興味を持たれて、いつも貴重なインタビュー動画ありがたいですと、ご質問です、はい、鈴木さんは水曜どうでしょうは知っていましたか。知っているとしたらどういうイメージをお持ちでしたでしょうか。さあ、まず知っていたかどうかを聞きましょう。知っていたか知っていなかったかで言うとですよ、もちろん知ってました。知ってた。おお、はい、はい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 。名前を聞いたことは。名前は聞いたことかな。いえ、見てました。そうなの？はい。あれ？あれ？見てたんですよ。はい。で、DVD とかもいっぱい出てたじゃないですか。で、これ遠征に持ってったり、はい、それはあの借りてですね、はいはい、レンタル。昔はレンタル、DVD よくレンタルしてたじゃないですか。うちはレンタルしてない。あ、本当ですか。じゃあ何だろう、誰かから借りてきたんだろう、誰かから借りたんですね。で、それを僕は見てたんですけど、はいはいはい、内容覚えてないんですよ。うん、面白かったっていう記憶があるんですね。なんですけど、水曜どうでしょうの中身って何ですかって言われると、はい、なんかおじさんたちがくだらない話をしてダラ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 やってるなってい う, っていう番組だと、いう認識、認識。あとはステッカーいっぱい貼ってるじゃないですか、車の後ろに、ね、水曜どうでしょうのファンの方が多いんだなっていう、そういうイメージを持ってます。でも DVD はそうやって遠征先とかに持ってって見てたっていうのはある。見てました、はい、それは誰かから勧められた、ね、勧められたんでしょきっと。いや、それか、深夜にやってませんでした、いや埼玉だと、まあ、テレタマがやってるとか、そうだテレタマだ、ああそう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 それとかで見た、それで見てたと思いますよ。今 DVD っていう話も君嘘だったんだね。いや、区別がつかなくなった。区別、そうなんですよ、区別がつかない。でもおかしいよ、明らかにこれ遠征に DVD を持って行ってたっていう証言があったけど、いや、テレタマかなみたいな、なんか、いや、なんか遠征先で見てた記憶があるんですよ。もあるもんね。あ、遠征先でもやっぱりやってたかもしれないね。遠征先で見てたり、あとは、まあこれあんまりダメなのかもしれないですけど、ね、まあ、いや全然、その遠征とかキャンプとかって時間が長いじゃないですか、はいはいはい、なのでいろんな DVD とか持ってくるんですよ、はいはいはい、いろんな人間が、はい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 、
なるほど、持ち寄った感じで、はいはい、でみんなでシェアするんですよ、はいはいはい、その中にその中にあった記憶、そのケースもあったかもしれない、はい、感じ、なるほど、だけどあなたの中で言うとパッと流し見をして、うん、まあ面白かったなぐらい、うんうん、そういうことね、そうです、まあ、見たなって記憶は残ってる、残ってる、うん、ああなるほどね、見たなって、うん、そのぐらいだ、どうでしょう、中村健吾さん、はい、あね、あの先生の6月にお会いした時、川崎健吾さんは全部遠征先に DVD を持ってってそれをずっと見てたっていう、やっぱそういうケースがあるから多分流れていったかもしれない、健吾はすごいですねすごい、我々とすごいです、ね、我々と会った時にやばい緊張する、やばいすごいって言ってました、あ、僕は緊張はしてないんですけど、ただですよ、はいはいはい、あの大泉洋さんとのやり取り、喋、はい、り方、はい、口調、はい、あれって、うん、なんか耳に残るじゃないですか、はいはい、ますね、で真似したくなるんですよ、ありますね、うん、あ、それはだから、はい、そういう記憶がすごく残ってます、なるほどなるほど、あの喋り方、口調、テンポ、ちょっとねテンポちょっと違うもんね、はい、あのということはやっぱり繰り返し乱れた時期はあったということですかね、見てると思いますよ、見てると思うけど多分その抽出してるところが違うんだよ他の人と、あ、そうかもしれない、抽出、抽出してるところが、あのうちのファンって、うん、あのうつ病とか多いんですよ、いや高校のゲストでもみんなそうですね、まあ、心身的に心の病にかかった時に、ね、意外とどうでしょうに助けられたみたいなのが、まあ、仕事面とかでね、まあ、ちょっと落ち込むことが多かったとかっていうタイミングに見ちゃってわーっとハマっていくみたいなことがまあ結構あるみたいな、いやあなたないでしょそれ、僕ないっすね、そうだよねただなんか中毒性があるなっていう感じですね、だからなんかあの今でいう、まあ、YouTube ですよね、あー YouTube のようにこうダラ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 ずっとなんか、うん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 、暗い部屋で見るみたいな、そんなイメージがあります、あ、まあその点は間違ってない、うん、間違ってないですか、間違ってない、うん、間違ってない、よかった、ケイサ君は多分水曜どうでしょうの本当に一面だけに引っかかってるっていうだけね、本当にあなたが心が病んだ時に見ると多分全く違う、あなたがサッカーをやめた後にね、サッカーの本質が分かった、広がりが分かったっていうように、あなたが病んだ時に水曜どうでしょうの広さが分かりますよ、広さが言いましたね先生ご自分で、なるほど、作り手が言っちゃいます、ね、広さと深さが分かるようなことですか、いやでも病みたくないからいいです、知らなくていいですよ、だからそんな病んでる人と私話したくないね今日本当に僕はあなたの動画のほぼ見てます、うん、見てますよ、それなんでかっていうと、うんはい、この人柄ですよ、なるほど、あ、聞き上手なんです、なるほどなるほど、自分からは決してこうは言えない、あ、この人が言うセリフって大体決まってるんですよ、うん、あ、そのきっかけって何ですか、その時どういう心持ちでした、彼そればっかり聞くんです、聞いてきますね、それを聞くんです、でもそれをその一言を聞いて相手はすごく喋るじゃないですか、そうだったんですかってすごい聞いてくれる、それまた喋りますよ、その、ねね、そうやってこの人はいろんな人のことを本当に聞きたいっていう気持ちがものすごく強いから嘘じゃないんですよ、そりゃそうでしょ、そこがいいんです、データ収集してらっしゃるんですかね、いや、あの聞きたいんだと思う、ね、人の話を、多分人の話を聞いてなんとか自分の今サッカーやってるだけだったら、サッカーの選手だけだったらサッカーの技術的なことっていうものを全然ね、それは別に普通に聞いて、あ、ここはどういうふうに突破したらいいの、こうだよ、ああだよ、それで終わっちゃうんだけど、人生、サッカー人生が終わった後にやっぱり人間社会出てくると、なんかサッカーをずっとやってた中で自分で感じてるところもあるけど、でもサッカーとは違うやり方ってあるんだなみたいな、サッカーを使ってってことですか、サッカー、でもね、サッカーやってるから人の話が聞けると思うの、この、あ、そうなの、そうだから社会に通じるっていうことが分かったっていう、それはどういうことなんでしょうね、サッカーをやってるから人の話が聞けるっていや、僕サッカー下手くそだったんですよ日本代表とかちょっとレベルが違いすぎて、日本、まあ、歴代の日本代表の中でも、はいはいはい、多分一番下手な部類なんですね、まあ、そういうふうに認識してるってことですね、はい、それは社会も認識してるとですよね、やめてくださいありがとうございますなんですけど一応突っ込まないと今いけないなと思いますけど、いや、これって僕すごく自分の
強みだなと思ってて、逆にですよ、これできないわけですよ。でも人とうまく接することで自分の価値を認めてもらったり、僕ができないけど彼ができる、じゃあその彼がやってもらうためには僕はもっと彼のこういうところをサポートしたらもっと輝けるなとか、で自分でいいプレーができないから人のプレーを見てわーって思ってたんですよ。あ、楽しいな、うまい選手一緒にやるの楽しかったわけですよ。でこれを現場離れてピッチから離れるじゃないですか、でここで自分がまたその選手たちの話を聞くと、改めて聞くと、あん時そうやって考えてプレーしてたんだ、僕の知らないことをいろいろ話してくれるんですよ。そうこちらから見えてる風景と本人の風景は違ったと、それもあるし、自分がプレーしてる時はほんの二言三言で終わってたのが、自分は多分こうじゃないかと思って、働きかけてた、なんか向こうはこうやって実は働きかけてた、それが自分が思ってたのと多分似てはいるんだけど、彼なりの何かちょっと違うところがあった、ある種僕は答え合わせをする部分もあるんですね、自分が一緒にプレーしてて、その今ね、はい、今ね、あの時私はこうやって思ってたけどって、はい、とか面白いなっていうのと、あとは単純に人の人生を知るって面白いじゃないですか。そう、いや、まあ確かにね、彼の動画は常に小学校から始まるわけですよ。いつサッカー始めましたから始めるわけですよ。すごい楽なんですよ。そうだよね、同じこと言ってるんで、同じ質問してるんで、まあ、同じ質問、ゲストはみんなサッカー選手ってことでしょ。いや、そうとも限らないんだけど、サッカー選手と監督とか、でもまあサッカー関連、はい、なるほどサッカー関連の、でもみんな違う人生を歩んでいくので、はいはい、同じ質問しても絶対同じ話にならないじゃないですか。だから僕としては、あ、このサッカー選手の人生をまたこう生きるというか、ああ、まあ、本もそうじゃないですか、はい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 、本を読むってその人がやってきたこととかいいこととか全部まとめて書いてあるんで、それを読めば、まあ、その主人公に なりきっている、なるほど、分かったりもするじゃないですか、まあ、そうそれ一緒で、じゃあなんかもうすぐすごい俯瞰図が完成するんですかね。いや、だと思うよ、鈴木さんの頭の中でね。そう、どうですかね。いや、俺ね、サッカー選手の YouTube いろいろありますよ、皆さんやってるけど、やっぱりね、サッカー例えばね、もう11月にワールドカップあるわけじゃないですか、そこにやっぱり特化したとか、やっぱりね、日本代表の試合とかっていうのは実はどうでした、あれ見てどう思いました、ポジションは彼はこっちじゃなくてやっぱり彼はこっち行った方がいいんじゃないのかって非常にね、格論に入っちゃうんですよ、現実的なゲームに。でもね、鈴木啓太君のところもそれは聞くけど、彼が聞きたい本筋はもうそこじゃないんですよ。そこじゃないんでしょうね。今は多分彼自身の一人のサッカー人生を聞いていく中で、じゃあ君の変化であったり、何か自分が変わった瞬間どこなのかなっていうのを聞きたいっていう。そうなんですよ。生き方を知りたい。そう、生き方を知りたい。はい。だって同じ問題が起きるわけですよ。はいはい。例えばメンバーから外される。はい。おお、はいはい。自分がその有名になる瞬間とかプロになった瞬間とか、でもこれプロになった瞬間、例えば僕だったら嬉しくてサインしたんですよ、でもある選手は、こんなの通過点だからサインした日なんて覚えてないって、ある人は、もうそんなの何言っちゃってんすか啓太さんみたいな、覚えてないですよ過去の話なんて、っていうことを言う選手もいる。私ね、今の話で思い出しましたけどね、ある人からね、自分は実は鈴木啓太選手にサインをしてもらったことがあるっていう人がいるんですよ、その時のにすっごい嬉しそうにサインしてたって僕が今の話と全く、いや、それはそうなんだ、ものすごい嬉しそうにサインしてたって言ってた。なのでもうやっぱりその同じ事象が起きたとしても、その時のマインド、その時の選手の、まあ、ステータスにもよりますけど、全然違うなと思って。全然違う事象をずっと拾ってるってことに近いじゃないですかね、今ね、なのでなんか、あ、人ってこうなんだな、でも、あ、こういうふうに思うやつもいるんだなとか、はいはいはい、だからサッカーってすごく閉ざされた世界で、僕はそのサッカー畑でずっと生きてきたので、なんかこう常に一番を取ることが正義だ、勝たなきゃダメだって思ってたんですけど、まあ、それは、はい、スポーツの世界なんでありますけど、一社会に出るとまたちょっと違った価値観出てくるじゃないですか。これがサッカー人生を聞いていくと
なんかそこにヒント隠されてるなとか。それもなんか楽しそうに聞いてますね。はい、そうね、楽しいんですよ。そうだよね、はい、きっと楽しいよね。その感度は私も一緒なんです。だから聞いちゃうの、うん、あなたの聞き方が非常に私の胸を打つわけです、ね、同じところに多分興味を持ってるなっていう。そうなんだろうね、きっとね。いや、あのね、あっという間に今20分ですよ。早いですね。まだね、まだ聞き、あの、これを聞きたいっていう。いや、聞いてください。で、ぜひ翻訳してください。そう、あのね、俺ね、あなたの YouTube のチャンネルの一番最初の頃ってさ、ずいぶんさ、あなたがなんかかっこいい顔してこうやってさ、映ってっていう最初にあるじゃない、はいはい、あれ途中からやめたよね。やめました。ね、あれ鬱陶しいもんね。鬱陶しいですね。鬱陶しい。ダイレクトですね、表現が。でも俺はここのチャンネルに一番最初に書いてある、うん、サッカーをもっと深く、うん、ビジネスをもっと近く、うん、っていう言葉あるじゃん、はい、ビジネスって書いてあるね。ビジネスをもっと近く、サッカーをもっと深く、はい、これこそが私が今研究しているテーマで。そうなんですか。そう、これをケイタ君はどう思ってそれを一番最初にそのあなたのチャンネルのページに持ってきたかっていう、その話をこの後有料でしますから、ね、まだ20分だもん。まだ無料だったんだね。今無料だった、うん、あら、じゃあそういうことで違った、はい、そのサッカーはもっと深く、ビジネスをもっと近くって、というか、あ、すごいなんか見ていただいて嬉しいなって思うんですけど、 あれがまさしく、うん、ですね、僕のチャンネルを見に来てくださる方々って基本的にはサッカーを好きで見てくれる人が多いわけですね、うんうん、まあそりゃそうだ、そうだわ、うん、で